全速さん、何この間のデッキじゃ不満だったということで、これがこれこそ全速っていうデッキを持ってきたらしいじゃないか。いやまあまあやろうじゃないか。マジで GR 使って俺勝っちゃう。 GR なの？あー GR は苦手だな。条件が合えば私の勝ちです、うん、何それ条件条件これ俺もう条件あるよ。俺がね年齢が40代だってことだけ。その条件がもうバレた、うん、よし久しぶりに使おう。お願いします。最初はグーじゃんけんピッ。負けた。先行お願いします。お願いします。お願いします。弱いうん、じゃあ キューチューチュー。はいよ、ドロー。じゃあ罠の超人を置いてターンエンド。はい、ドローします。なるほど、ルーヘンズを置いてターンエンドです。はい、ドロー。罠の超人を置いて2マナフェアリーライフ。はい、どうぞ。フェアリーライフはこれをブーストブーストしてターンエンド。嫌われにいってください。します。嫌われ。じゃあ俺は、もう9体置いて3マナ、うん、3ドローイン。はい、GR 不妊ではないですけど、で3枚引いて2枚下に返します。うむ、え、なんだこの手札弱いじゃあこの2枚を下に返してタイムです、うん、はーい、どうぞ。ドロー。今ちょっと効果を読みながら、ドロー効果を読んだ。いくぞ。オーロラ置きます、はい、オーロラビガンチを置いて、はい、3マナ、はい、枚数、うん、カードの、うん、自分のマナゾーンに入ります進化クリーチャー、なんでもないです2マナピクシーライフ。はい、どうぞ。で1個ブーストターンエンド。はい、じゃあどうします。ターンエンド、待って、これ使える、このカード。使えますよ、使えますよ。使えたら、待って母なる聖域を打っても、打つよ。打っていい、打つんですか。打ったらどうなる。これあれですよ、うん、進化でないクリーチャー1体マナ1体、そうしたらマナ増やせる。いや違う、それバトルゾーンですね。ん、自分の進化でないクリーチャー1体マナゾーンに置いて、そしたらマナゾーンにあるマイス以下のコストを持つ、うん、進化クリーチャー1体自分のマナゾーンから、うんうん、これあれですね、バトルゾーンにあるクリーチャーマナに手札からじゃないんだ。じゃあ空打ちになっちゃったのね。あー、分かった。そういうことだ。俺これを置いて、それで普通に出してもよかったっす。ん、普通に出す、だって3マナしかない。まあ、まあいいや、これターンエンド。アンタップして、うん、よく分かってなかったなどうします。うん、で、うん、じゃあ俺はマナチャージして4マナ、はい、マナからバンオクロック出します。はいよ。で、こいつ出た時に GR 消化1回します、うん、はい、こいつは特に見ないですね。うむ。で、このターンの終わりに俺の番に GR が2枚以下なんで、こいつマナにかけます、うん、どうぞ。ほう、置きます。はい、ドロー、きた。うん、じゃあこれを置いて、母なる聖域を置いて4マナライフプランチャージャー。ライフプラン、はい、あ、5枚見ます。デッキの上の5枚を見ます。その他クリーチャー1体2、3、5枚見て、何クリーチャーを1枚手札に加えます。よし、クリーチャーを1体、クリーチャーこれしかいねえじゃん。キラマルを手札に加えます。ははどうぞ。そんでそれはマナに行きます。これはマナに行くの。これがマナに行きます。あ、これがマナに行く。これがマナに行った。で、これをそれは手札で、残りのカードが好きな順まで下です。下に行った。よし、そして残り3マナか。あれはラグマールなんで、ダメだ、ラグマール出せないじゃんターンエンド。はい、じゃあターンマナです。うむ、え、俺のちょっとキーカードが来ない。3マナ、はい、じゃあ俺はもう一回ティラー出します。はいよ、出します、うん、ではまずこっちからいきましょう。うん、マナドライブ5、光入ってるんで、うん、もう一回 GR 召喚します。はい、あ、意味ないこいつは特にないです、うんうん、じゃあ、サンドロイには効果で3枚引いて2枚下に返します。はい、弱いカードは全部下。ふん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 、したな。はい、で、ターンエンドです。はい、打ってこないのね。置きます。じゃあもうあれを引こう、ドロー。来ない。じゃあもういいよ、キラマル置いちゃおう。はい、行くよ。はい、どうぞ。4マナラグマール。はい、じゃあ俺こいつをマナに送ります。何、どういうこと。え、お互いにクリーチャー一体なんじゃないですか。あ、そうなの。え、そうするとこれが、これも俺もマナに行っちゃうの。はい、あ、そうなんだ。説2位でしたっけ。ん、そうか、知らなかった。あ、そうですね、チャージャーなんだな。じゃあこれはな、これいった。じゃあ俺はこいつがマナに来ます。あ、いいよ。で、これの4マナ使ってライフプランチャージャーどうぞ。また5枚を見ます。1、2、3、4、5枚を見て、1枚を手札に入れます。これ見せるの。見せます。5、エゴイスト。はい、了解。そしてこれを下に入れます。はい、そこでチャージャーです。やばい、寄せ引きみたいに。ターンエンド。はい、じゃあアンタップします。よし、これだ。これ時間かかっちゃったな、随分。どうしよう、俺どうしよう。マナチャージして、うん、普通に出しちゃうか。5マナ、はい、うん、
じゃあ俺はルルフェンズ出します。ルルフェンズ、あ、知ってるよ、ペガサスの相方。ペガサスの相方で使われてる、うん、これシャバダマドゥ出します。はい。じゃあ、あー知ってる、これか。オッケーオッケー、なんだっけ、ターンの始めです、こいつの効果。あ、まだまだ発動しない。まだ発動しない。じゃあタイムです。よし、じゃんけんでしょ。どうせじゃんけんなんて、全速さんはじゃんけん弱いから大丈夫だよ。ヒーローのや10枚いくぞ。あいつドロー。まだ出る。あーくっ、ターンエンド。じゃあターン始め、ダメじゃん。じゃんけんします。いいよ、いきます。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ。じゃあ1回目、最初はグーじゃんけんほい。あれ、ちょっと待って、何連敗です？5です。あ、最初はグーじゃんけんぽい。ちょっと待って、待って、最初はグーじゃんけんぽい。おっと、嘘でしょ。ちょっと待って待って、落ち着け落ち着け。今の傾向を考えるんだよ。あと1個です。最初はグーじゃんけんはっ。あーちょっと勝った。本当に。では一応まあここでどうなんの、ここで、うん、これでサバダルドゥの発動します。俺はまずデッキの中、ちょっとこれやらせじゃないんだよ。みんな聞いてくれよ。デッキの中を確認して、好きなクリーチャーを好きなだけ出します。で、はい、その後クリーチャーを手札に加える、デッキから手札に加えます。はい。全部出します。ああ、うん、こいつらと、あとはそうですね、デッキからね。そう、 GR は出てこないんだな。 GR は出ないんで、うんうん、デッキから出します。出すのはもうとりあえず、この瞬間に勝つっていう効果ではないんだ。勝つではない。あ、そうなんだ。勝つは強すぎるんで。じゃんけん5連勝すると、そう、勝つってやつはいましたね。そうなんだ。好きなだけ出てくるっていう効果なんだね。うん、分かった。まあ、そんで、とりあえずこいつら出して、うん、で、あのまだ加える効果があるんで、はいはい、シャバダバルーとクリーチャー加えるんで、シャバダバルー。じゃあまだ負けてないかもしれない。そう、まだ負けてない。すんげえトリガーが。え、もう死んでる？ほぼ死んでる？あれ、じゃあお願いします。なんか みんな、なんか、うん、冷めた目で周りが見てるんだけど、どういうこと？では、出た時の能力が発動するので、はい、ステップルから2枚、うん、で、ステップル、はい、で、バンオクロック、GR 召喚、うん、バンオクロック、GR 召喚、はい、で、こいつが出たんで、出すカードは、5以下、うん、ルルフェンス、はい、で、まだ効果発動しないで、もう1体の効果で、うん、オーラ出しましょうか、うんうんうん、オーラか、オーラにしましょう。オーラ、あっちかな、オーラ、いや、うん、オーラ、はい、オーラ出します、はい、うん、で、その後に、まずこっちから、ジアル召喚2回します。はい、うお、でかい。で、天啓の効果で、はい、マナー3、7あるですね、半もあるんで、うんうんうん、3で出します。はい、で、その後に、まだルルフェンズの効果が入るんで、うん、手札からシャバダダドゥ。あ、まただ、うんうん、こいつらを混ぜましょう、うん、そんで、こいつらを出します。で、まだこれでまだ俺のターンです。はいはいはい、はい、じゃあドロ入ります。はい。今のはターン始めの話だもんね。そうか、今からターンなのか、最悪だ。そんで、こいつら殴れないんで、うん、え、なんで、もうあの今出たから、あのターンの初めに出たクリーチャーなんで、あ、召喚用意だね。召喚用意で殴れないんです。はい、オッケーオッケーオッケー。で、うん、もうここはやるしかないな。いきます。はい、マナチャージ、うん、で、まず4マナ、はい、4マナで、あ、8マナしかない、じゃあダメだ、ん、8マナしかないからダメでした、うん、なんでもないです、5マナ手札から、うん、唱えます。はいはいはい、じゃあ、5以下出します。うんうん、ルルフェンズみたい。はい、じゃあルルフェンズの効果で、うん、6以下の、光出します。うん、こいつら重ねてシャバドワルで、もう一体でこう、もう一体でこいつ何がしてくれてるんだ、全速さん。何がしたいんだお前は。4人も並ぶの。そんなことあるの。シャバダバで出します。そんで、で、これは殴れない、うん、いきます。はい、こいつは立って、よいしょ、来たね、立てばいいよ、うん、盤面来たね、うんうん、で、こうですね、いきましょう。はい、じゃあシャバダバで3点、はい、シャバダバで普通に打ってきて3点なのね。3点です。採用で、今相手は D2 フィールドと呪文を唱えることができず、うん、クリーチャーデータ能力は発動しません。D2 フィールドと呪文を唱えることができず、出たクリッチャーの出た時効果が使えない。フェアリーライフも使えない。使えません。はい、じゃあシャバダブルで2点。あないです。シャバダブルで相手プレイヤーだけ。すげー、シャバダバズ3枚だこれ。何これ、ひどい話だ。やります。すごいね、これは。そうか、進化だから、スピアタだもんね。そうだよね。はい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 。お、店長やばいよ。ちょっと待って待って、これは事故だよ、これは。これはちょっと次もう一回やろうよ。分かった。実は、うん、実は何、実は連勝したのこれで3人目なんですよ。そうなの。誰誰誰、ガナス、ガナス君と今野さん。今野もか、バカだよ。
この出来事がまた増える。わかりました。はい、大変ありがとうございました。やべえ。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。